S S S ノン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 とテンション上げ上げ、こんにちは、ハロボノで、イエ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 イ。今回ですね、ノンノン番組ご好評いただいております。入学準備でございます。イエーイ、入学準備動画だよ。今日は新しいから聞き方が分かんなくて、それ一歩間違えデブに見えるんだけどということでですね、今回はほのぼののポーチの方を紹介したいと思います。はい、前回とか、ね、前々回はバッグとか筆箱とかをね紹介したんですけども、はい、今回はね、はい、概要欄に書いてますね。はいはい、あれ持ってきちゃダメなもんあったら、はい、ちょっとダメ、それも絶対ダメって言ってね。わかります。あとですね、前にも言ったんですけども、ほのぼのが中学校にしていく髪型の方をね、紹介していきたいと思います。わかりました。中学校になったら、こういう状態で行っちゃいけないんで、必ずポニーテールか、なんか結んでください。ポニーテールじゃない、下目かな、こうやってやるから。ノイノは髪の毛がちょっと長かったら、何とも長いじゃん。なんか三つ編みしてあげる。ありがとう。じゃあ、うちはポニーテールしてるね。前髪ずっとやってるけど、この前髪がすごい邪魔なの。伸ばしてる前髪。そう。ポーチの方を紹介してください。まず、ポーチからですね、これはアマゾンで買いました、こちらの。可愛くないこれ。食パンのポーチなんですけども、はい、結構いろいろ収納できるんです。そう、これの私 iPad ミニケースがずっと欲しかったんですけれども、なんとほのぼのに先にポーチを買われるという、結構ほのぼのあるあるなんですけれども、ノイノが欲しかったらもう大体ほのぼの買ってくるんですね。ビーチとかねでね、これすごい触り心地がいいんですよ。なんかモップみたいな触り心地。モップ全然違いました。低反発枕のカバー低反発枕カバーみたいな素材してます。で、この目の部分がモップみたいな感じ。そうだね、目の部分はめちゃめちゃモップでございます。こんな感じの細さなんだけど、結構入るからすごくおすすめだなと思って、あの届いた時に気づきました。はい、ネットってさ、こんなにちっちゃかったらどうしようと思わない？さすがにそのサイズ。こちらの子でした。この中にこちらのゴムですね。あ、それは多分髪の毛ばっかりいらないと思うけどさ、万が一友達が弱いとかなってさ、こうやばい、あ、髪の毛がご飯の中入っちゃうみたいなことになったら、ゴムリは体育の時に来たでショートカット女の子から、あ、やばい、髪の毛もつばなきゃ。もう一つ、ゴムを腕に巻いてたら先生に怒られる。怖いよ先生、怖いよ。どれくらいショートカットだったら結ばない？肩につかなかったらいい。ということで、中身はまずこのゴム、まあ、とりあえず、まあ、今日疑惑ってことで3本用意しました。かわいい。で、やっぱね、女子の前髪大事でしょ。私はですね、本当に前髪が崩れやすいんです。え、あんたさ、小学校の時さ、前髪ボサボサでいったじゃん。聞いて聞いて聞いて、学校でいつも直す派の人間だった。人間なんすか。トイレのさ、水さ、シャーって出してさ、こうやってみんなで女子トイレ行く。女子のハンカチ持ってなかった時の、トイレが出てきた時の女子こうか、あ、もうもない、それな。痛そう。それな。大体カメラがこうやって拭くやついるよね。前髪どれくらい長かったらいい？私、まあ前髪ファッションだから何でもあると思うんだけど、目にかぶってたら先生にちょっと長いねって言われるかもしれないけど、そんな、あとね、うちの学校はダメなのね、足目。一時期ね、足目が流行ってね、めっちゃそれトラブルになったの。ちょっと聞いてくれ。足目ってなんかこう斜めにするやつなんだけど、もうどうでもいいじゃん、そんな。もう自分の声みたいな、斜めにして、斜めにさせてあげればいいのに、友達はね、間違えて、足目が流行ってる時期に間違えて、足目になっちゃったんだって。ちょこっとだけだよ。音楽の先生にめっちゃ怒られて、めっちゃキレてた。足目じゃないって言ってんのにね、って言って。だから、これがダメってこと。もしその足目がダメってことはさ、もうずっと前髪上げてなきゃいけないってことじゃん。それがダメなの？うちの学校変な髪型が流行ってたわけよ。なんかガチでこう斜めに切ってる人がすごい多くて、それが NG だった。前髪切りすぎちゃった子とかいっぱいいたんだけれども、あのここら辺のね、あの水戸夏目ちゃんみたいな、あれは OK、 斜めにするのはアウトだったみたいな。マメ子とかにもね、こうポニーテールたまにして触覚出して、でこの触覚って出して学校行っちゃダメだよねって言ったら、多分やめた方がいいよって言われたんだけど、やめた方がいいよ。それはどう思う？あの、それはうちも一時期触覚を出して学校に行った友達から言われました。それキモいって正直な友達はい、うちの周りの友達は全員正直なんで、触覚あんた出さない方がいい。なんかね、顔スッキリさせた方がいい。今顔ちゃってもしれないけど、体育の先生結構ね厳しいから、触覚とか出してるとピンで止めなさいって言われちゃうかもしれないから、やめてきな。顔がでかく見えるってね。大丈夫、あんた顔ちっちゃいだから。今回触覚を出さない3つあるの。どっちにしろ無理だよ。大丈夫、ハンドクリームで止めてあげるから。ズルズルって、そしたらあとピン止め持ってくる。次このハンドクリームね、出しすぎだよ。顔にも塗って、足にも塗って。それなんだよね、足に塗るの大切。今日素足だから足の方が乾燥するんで、足塗らせていただきます。わ、すっごい鼻の匂いする。次はですね、しほりみちゃんからもらったやつ。あ、マーベルのね、誕生日の時にもらって。かわいいじゃん。これで自分は確認します。学校でね、男の子がうち鏡持ってるの知ってて、前の男の子がで、なんか気になったのか分かんないけど、鏡持ってるって言ってて、面白くない？全然面白くない。男の子が鏡確認してて、なんかちょっと面白くない？え、それぐらいね、
美意識あった方がいいよ男の子。話すぜ。わかんないけど。鏡持ってる？あ、持ってるよ。こうして。その後の行動は、あ、前髪、ちゃんとかっこいいじゃん。いやね、身だしなみってのは大事だから、男女もちゃんと鏡持った方がいいですよ。はい、これも私から言います。次、これ、無印の絆創膏です。私さ、筆箱紹介のさ、編集したんだけど、さ、筆箱そうなの、うち思っちゃって、バリバリさ、手前に入れておきたいと思いますとか言って手前に入れんじゃん。思えばさ、これってさ、筆箱に必要なくてさ、絶対ポーチの中じゃんと思って、さっき、って取っていい。あ、そうなんですね。次ね、これがマジであやふやなの。紙石鹸。紙石鹸いらないって学校石鹸あるから。え、しかもさ、これさ、うちのやつじゃない？私もこれ韓国で買ったやつなんだけど。あともう一個あった。韓国のシリーズいっぱいある。ラベンダーが私一番好きなの。これ私のだよ。ラスト私のね。でさ、本当にハンドクリームやばい、これめっちゃハンドクリーム。あと手洗ってきて。私の髪の毛触るんだったら手洗ってきなさい。わかりました。続きまして、こちらのニベアのリップでございます。続きましてか、それラストじゃん。そう、これね、ずっと使ってる。なんか、おー、なくなってんじゃん。ほのぼの最近なんですけれども、いっぱい使ってるモチベーションなのか何か分かんないけど、すごいなんか化粧使ったらアピールするの。このスキンケアもうなくなりそう、早く買わなきゃ、もうなくなりそうみたいな、めっちゃ大きな声で言ってくるの誰得と思って。買えばいいじゃん。じゃあ前までこんぐらいあったのにもう半分。ほらほらほら、ということで、ほのぼの以上なんですけども、この中からちょっと先生持ち物検査してください。で、あとこれはどう、私の大好きなもうバカじゃないの、化粧だよ。バカじゃないの。ギャグっていうもの知ってる？だから突っ込んだじゃん私が。とりあえず、まあ、こんな感じですかね。はい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 、ゴム今から使うんだよ、ポンって入れてるけど。でね、私のうるさいな。いいね。食パンマンでもそんな顔してないよ。ということで、食べたオロリ。オロリ。ということで、今からノエノに髪の毛をやってもらいたいと思います。緊張のドキドキで、ちょっと私はニベア系を持ってくるんで、ちょっと待っててください。ニベア系。じゃあ早くあのスプレー持ってきてよね。それを今から持ってくるの。ちょっと待ってて。ただいまモスプリームコロッケンタッキー肉。はい、ケンタッキー肉が入ってきましたので、じゃあ今からですね、三つ編みの方で電車がね伝授したいと思います。腕前の方今日は披露していきたいと思います。見てる。うわマジか。え、何急にどうした。今回は皆さんね、今ディズニー行きたい行きたい欲が出てると思います。私もね、春休み行く予定だったんですけれども、なんとなくなってしまいました。ということで、うん、ディズニーのキャストさんになって三つ編みの講座をしていきたいと思います。まずですね、こちらの先っぽの方で確認の方をしていきますよ。じゃあまずはてっぺんの親バカ、親バカ、ドゥー。それは自分でディズニーのキャストさんだから、私はい、親バカからドゥーと降りてきたらですね、ここを串でシュンシュンします。急上昇、急降下、急停止いたしますのでね、気をつけてください。皆さん手をミリしてここにさっとします。そうしたら、なんと綺麗に3つに分かれちゃいます。そのままくるっとさせちゃいます。結構キュッキュッキュッてしていく感じですね。キュッ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 で、こんな感じでこうキュッ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 、ね、あんま触らないでください、お客様。こんな感じでですね、こう3つ編みするだけです。編み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 、一つ言っていい、はい、めっちゃ編みに合わないの。編み編み編み、あんた似合う、私が似合ってたんだから。お客様テンション上げていきましょうよ、ブンブン。ボンバイヤー。え、汚くない？うるさいな。ほんと綺麗なんですよ。お客様、マルがスポーツに君に伝える、これ入れて、早く入れてよ。エクスキューズミー、すみません。またお二つの手を作って、プチッとします。すっごいプチプチ言ってます。痛みの激しいアトラクションになってます。私下手くそだね。すっごい下手くそ。いや本当になんか痛いし、ちぎれそうだし、すみませんね。まあまあ、とりあえずこれがノエノの三つ編みでしょ。まあ、ノエノの三つ編みはこんな感じで。え、かわいいじゃん。三つ編み上手すぎない？ちょっと待って。いや、後ろ右からあげるよ。世界大会出れる。お、世界大会出れる。私、これ分けてないもん。分けたのあんただもん。ここにちょっと触覚の残骸が出てるんですけど。まあね、先生も多分そんな細かいやつはね、もうちょっと見れないと思うから、朝たちとして、もうそういうの出てきたら、もう切ってください。やだよ。褒めればいいことの話で。私、切るよ。はい、ということで、ノエノの三つ編みでした。かわいい。次は私のボニーテールやりたいと思います。そう思ってる。ちゃんと心の底から可愛いって発しなさい。可愛い。よかった。三つ編みする場合はさっきも言ったんですけれども、キュッとしていただければなと思います。はい、
秒で撮るよ、お前。お前、じゃあポニーテールいくね。うん、ごめん、鏡持ってきて。バーン、鏡持ってきました。あの人がさっきさかけてきたから、ニベを。ほら、黒くなってんじゃん。マスカラ取れてんだけど、ピエ。ほんとピエ。どいて。またかけるよ。はかけちゃうよ。こういうアホ毛が出てくるの。これアホ毛出てくるじゃないですか。アホ毛を抑えるようなクリーム、ちゃんの知ってる？知ってる、あれでしょ、なんかまとめてみたいな。持ってきて。ノエノも今、旅に出ていきました。このものも使ったことあるんですよ。ケープじゃなくて、ワックスみたいなんだけど、あれやね、アサギーニョちゃんとアズキちゃんが一緒にコラボして、バッグの中身紹介した時に出してたやつ。ノエノは今、千年万年まだ道をかかってるみたいです。ワンチャンさ、なくても大丈夫っぽいけどね、ニベアがあれば。青入ります。アホ入りました。私もね、ここのアホ毛がすごいので、このアホ毛に使ってるのはこのスプレータイプのやつなんですけど、ポニーテールする時もスプレータイプがすごいいいんですけれども、あんたね、ポーチ入れとくの、これが一番ね、入れとくの最適、これです。パッカーアンです。はい、アンちゃんでございます。こちらのアホ毛ケアマルチアレンジスティックって言って、アホ毛を抑えるやつなんですけど、これもピーってするだけでも全然いいんですよ。これ本当におすすめ。ダンスの発表会とかでみんな使ってる。早速カピカピなんね。カピカピになるし、ちょっと白くなるんだけど。どう、こんな感じで結びました。最後これいくんですけども、ノエノのアホ毛が超ついてるの、これだけ気になる。ねえ、そうね、映っちゃダメ。うちほらアホ毛も NG 出てるから、アホ毛の方から。ということで、じゃあこれポーチの中に入れておきます。何言ってんのあんた。ただ、終了。カン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 。インしまーす。ありがとう。私の中にはピンクがいっぱい。うん、ピンク、ピン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 ク。おーい、このポーチはですね、学校にノアの好きやらば、ここにいるガルーラかさ、モンチーラにさ手出すんだよね。いいよ、続けて。なんでこれは、まあ、学校で持ち帰りするかもしんないけど、多分一生しないと思う。じゃあさ、待って、仮箱のところどうやってないって学校に置いてくるってどういうことよ。中学校までトイレ。いやだ、先生とかも恥ずかしくて会えない。多分、持って帰ってくるの、この2点。うん、ちなみにこのアホ毛を抑えるやついくらすんの。分かんない、700円ぐらいじゃないかな。あ、意外と安いよ。え、だってこれくらいあってニャホ毛できんじゃん。ニャホ毛。アホ毛だって取れるんでしょ。よくない？いいと思う、それあげるよ。じゃあ学校に置いとくことにします。香りはめちゃくちゃいい匂いです。オレンジティーヤの匂いがする。ということで、今回はほのぼのの新学期に持っていく学校のポーチの中身紹介をしました。皆さんどうでしょうか。こちらの食パン美味しそうでしょ。あと、ないのに髪型もやってもらいました。まあ最終的に私が全部やったんだけど、中学に入ったら私暇だったらやってあげるからね。あ、本当に朝じゃあ6時に起きて私の髪の毛やってくれる。分かったよ。ということで、私の学校も髪の毛結んでいかないといけないよって思った人、グッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にぜひよろしくお願いします。後ろ向いてもらっていい？ぼっこりでしょ。うん、ちょいちょいちょい。なんかさ、石鹸みたいなのついてないと思うと、ヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。多分それね。はい、私の爪につきます、次。これ。はい、そうですよ。私の学校ポーチはダメなんだよねっていう、ヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、私が今回思ったことを言いたいと思います。はい。ないな、ぬいぐるみ触りすぎじゃない？って思いましたね。はい、後半の方になると、出演率が高くなる。はい、今日でもちょっと出演を拒否させていただきます。バイバーイ。ということで、今回はほのぼのの中学校ジュミでした。バイちゃん。バイバイ。